はい、ご視聴ありがとうございます。キャムラです。今回もドラゴンクエストビルダーズ2続きをやっていきたいと思います。前回ですね、銅のインゴットを作るためにカルロさんから炉の作り方を教わって、そこからこのバーカウンターかな、バーセットを作るところまで行けましたと。で、こっからね、荒くれさんのやる気は出せたけど、さすがに2人じゃ銅線香を集めるのは難しいってことで、人手を集めたいなっていうところで、ペロちゃんがなんかクエスト出してるんで、じゃあ早速やっていきましょうか。あら、どうしたの、そんなにニコニコしてと。人を集めるいい方法でも思い浮かぶかな。ビルダーの金。あ、はいはいはい、そうだね。前のモンゾーラでも金を使って鳴らしたらものづくりの力が上がって、人がね来てくれるっていう、新しい住人が来てくれるっていうことでね、早速鳴らしてほしいと。ビルドレベルを上げれるようになった。それじゃあ鳴らしましょうか。よいしょ。さーて、どんな人が来てくれるかな。ビルドレベル1。やったー。お、アラクレさんが3人増えた。新しい仲間来てくれたね。で、早速新しい人たちとレシピもひらめくと。やった、たくさんのレシピ。ほうほう、カフェとか階段とか、ああ、ウェタンドア、バーの扉みたいな感じかな。ジョッキやらガラス瓶と、オッケーオッケー。おー、何ですか、この鐘の音は。これで、鐘の音に引き寄せられて、荒くれたちが集まってきたら、虫じゃないんだから。物を作る意欲が、お、溢れてきた？いいね、いいね。作れるものをたくさんひらめいたし、ジョッキとか樽に酒瓶、使えそうなものばっかりだった。あ、銅のテーブルと銅の壁か。銅をどんどん集めてこねえとな、銅だけにな。新しい場所に来て、どんどんひらめいたし、みんなやる気満々になってきたし。お、とんでもねえなと。俺たち目が覚めた？やったー。よっしゃ、新しくやってきた荒くれたちに話聞こっか。こんにちは。金の音に誘われたけど、この激しい鉱石臭漂う、わかる？のビッパーを作って鉱石を掘るんだよ。手伝ってほしいな。教団の偉方に報告。あら、ハーゴンさんも敵やっと。あら、ペロちゃん。ペロ、知ってるの？宝山を復活させるって決めたから、あんたたちも手伝えと。ガグッ。何年も前、宝山からほとんどの鉱石が消えたし、教団にものづくり禁止されたしと。幼いペロに後ろ筋肉。後ろ筋肉ってなんだよ、もう。泣く泣くここを後にしたが。あら、ペロのお願いでも、教団の教えをおいそれとは捨てられねえと。一筋縄では無理か。あら、ペロのためなら、こっそり鉱石掘ってくれる？ナイスナイス。みんなポージングしてるね、よく見たら。こんな間近でポージング見るって、まあないよ。しかもガン見やし。どういう状況これ。まあ何にせよ、これでね、働いてくれる人が3人増えたね。荒くれ来てくれたから、これで5人で掘ってくれるってことだ。あら、アーマンさんどうした？あなたのものづくりで4人は気づいたと。あら、わかる？ビルダーの素晴らしさ。ハーゴン教団、すぐ抜けるね。ビルダーとして、おう、みんなで物を作ってこや。よっしゃー。で、これでみんな準備できたから、ゴルドンが心配してたから、これからのこと話してあげようかね。OK。それじゃあ早速。今はカッパーマンだったっけ、ゴルドンは。鉱石くれる方法、今なんかね、あら、話を聞く準備はいいと。オッケー。バーを作って、やる気を上げると。やる気があれば、鉱石が取れる量も増える。うんうん。取れた鉱石をゴルドンにあげて、ゴルドンの力が戻ってくると。ゴルドンの力が戻ったら、ゴールドラッシュの復活で、金金銅が溢れると。すごくいい考えやと。ゴルドンも賛同してくれると。わずかに残った金、坑道の奥底にしかないから、銅でカッパーマンになる。うんうん。カラクレのやる気が必要やから、早速、バーの設計図を書いてほしいと。難しいか？できそう？お、来た。
早速設計図が完成したね。ドアとかなんかいろいろバーの設計図を描いた。アイアンの壁とか銅の壁、ウエスタンドアとかいろいろ欲しいね。あ、壁掛けとかすごいね。それでもまだまだ、あ、求めてたバー、アーマンさん素晴らしいと。こんなバーがありゃやる気が出るし、採掘量もうなぎも登りやないのと。ちょっと待って、坑道の中にはハーゴン教団に壊されてた。あ、やっぱり教団やっちゃった。このままじゃ奥まで進めんし、鉱石を掘っていくのに坑道を直していかなきゃダメな。あ、そっか、直していきながら掘らなあかんのか、難しいな。人でも足りんし。あら、俺のお願い、これゴルドンさんは目指せゴールドラッシュ。坑道の復旧か。うんうんうん、返されてるから前回かな、前回みたいに柱直したりとかそういうことかな。鉱石がもっとあっ奥まであるから、奥にあるから、そうしたら鉱石もっと集めれると。で、次はバーの再建。うんうん、アラクエのやる気が出るから、やる気が上がれば鉱石の採掘量が増えて目標の1000個も達成できると。よっしゃ。んー、じゃあこの鉱山街に活気が戻ればバーも繁盛やし、うまいな。バーにボーイやバニーでもいてくれな。人手が足りんな、どうしても。やる気が、あ、なるほどな。さらに人呼び込まないかんね。そんな簡単なことでやる気出るんか。お、ペロちゃんバニーになるの、本当かと。あら、亡くなったママもバニーとしてお店に立ってたんだ。へえ、ものすごく嬉しい。やる気上がる。やっぱり今、あら、まだダメ。満足してやる気なくさない人、鋭いな。行動の復旧が終わったら、あ、バニーになるぞって。みんなでやる気出すのうまいな。ペロがバニーになるためだと、ゴルドンさんも。必ず復旧してくれって。本当だよな。目的変わってるよ。まあ何せよ、みんなやる気が出るってことならね。お、次は、バーを盛り上げるための最大にして最重要の最強目標ができた。ああ、これからよろしくと。こっちこそよ。早速、宝石を管理していくための必要な場所を作ってほしい。夜は、バーでやる気を蓄えて朝に行動で宝石を掘りに行くと。夕方になったら集会を開いて、その日に取れた上がり、まあどんだけ動画採掘できたかっていうのを報告するのね。毎日明かり、あ、上がりか、上がりを報告しつつ鉱石をしまっておく集会所が欲しいと。広場に鉱石を入れるものさえあればいいと。ボックスが欲しいってこと？ゴルドンの横に、あ、あるね、3つ。その目印の場所に収納箱3つ欲しい。そんぐらいだったら全然お安いご用よ。じゃあ早速収納ボックスがこれか。まあボーナスでどんだけでも作れるようになってるからね、木材のものは。あ、違う、こっちと、よっ、あら、しまったな。一回壊さないと。ここと、で、ここか。よいしょ、これで OK。よっ、どうよ。完璧？収納庫3つで、これで集会所完成と。改めて説明しとくか。行動を復旧してくれれば、マッシモがアラクレを引き連れて鉱石を掘る。その上がりを夕方に集会所で報告。で、ゴルドンにその日の分をあげると。はいはいはい。少し惜しい気もするけど、そやな、ゴルドンが復活したら、この辺り鉱山でいっぱいになるっていう話やしな。報告会は毎日夕方になったら金属をキンキン叩く音で始まると。行動は暗くて時間の感覚がなくなりやすいから。あ、はい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 。音で今何時っていうのを知らせますせーっていうことかな。じゃあ次は早速、マッシモとシドウと一緒に行動の復旧に行ってきてくれと。アラクレも触れるから、地上でアラクレの管理を担当するか。あ、なるほどな。じゃあ管理任せるわ。魔物は怖いけど、まあ俺とシドウいるから大丈夫だよ。
よし、安全を祈って4人で筋肉儀式。何それ、安全祈願的な。指導はいい感じやけど、あら、俺まだまだヒョロヒョロやと。鉱山の男にはなれねえか。どうすればいいんだ。ほう、ポージングか。なかなか面白いな。お、指導もやってる。これも筋肉儀式やろうか。あ、どう、ヒョロヒョロ。なんだこれ。めっちゃいいから。あ、これで島の荒くれになれた。やったみんなやる気出てきた。よっしゃ、先に行って確認しとくから、うん、来てくれよってか。よっしゃ、お、早速鉱山に向かってってくれたな。ほら、行動に、どうぞ行くんやで。ほら、お弁当ナイス。焼ききのこありがてえ。なんだ今の後。あら、ごめんごめん、後で分けてあげるから。マシモってコードに行きやがれと。コードで作ったってたら、まあ前に進めねえ理由があるはずやから、マシモのぼやき、上に吹き出し出たりとかかな、そういうのを対処してやってくれと。じゃあ早速行くか。よっ。はいはいはい、ここね。よっしゃ。じゃあ早速鉱山の洞掘っていくか。さらに奥、この先はまだ行ったことねえな。あら、コードをつないでほしい。ここに爆弾置いたらいいね。よいしょ、これでどうよ。ボーン、よしよし。あら、もう一枚壁あるね。じゃあさらにここにボン、よいしょ。これで鉱山の問題ちょっとだけ解決したと。外に繋がってるこれ、橋があるね。あ、トロッコあるじゃん、線路に箱みたいなのが。あら、マッシュ戻した。線路の上を走るためのトロッコか。発着駅はここなんだね。ここを終点にして地上にある坑道の入り口と線路で繋いだら、あ、移動がすごいはかどるよねこれ。まだここだけってことか。あ、繋がないといけないよね。はいはいはい。じゃあここに来るまでに線路を敷いてあった。あー、あるね。で、ここがトロッコの終着点ね。坑道の地面の歯抜けになって線路を繋げたらトロッコが走れるようになるぞと。トロッコに乗れば行き来がしやすくなって、あー、はいはい、運びやすくなるし。で、線路を修復してほしいってことか。なるほどな。お、ちょうどよく線路がいっぱいあるじゃん。坑道の途中のどっかにも線路があったから、見つけたら使おうぜと。わかったしの。じゃあ線路引いてくか。土砂を壊しながら線路をトロッコの停止板がある発着駅までつなぐんだと。トロッコに乗りながら線路を引き返していくと。あ、なるほどな、どこで途切れてるかがわかると。オッケー。じゃあ早速線路を復旧していくか。じゃあちょっと線路復旧するまでカットしていこうかな。おう、あら、どうした、鐘の音聞こえたな。夕方か、もうもう夕方か。報告会始めると。あら、みんなたくさん鉱石が取れたから報告会を始めると。よろしく頼むぜ。俺の分をしれっとあいつに渡す。俺の取り分は5個と石炭5個でもって。ゴルドン結構働いてんな。50個ゲット、ナイスナイス。あと950個か、先は長いな。今日の報告会は以上、明日も張り切っていくぜと。オッケーオッケー。報告会、ふんふん。掘った鉱石が集められてゴルドンと俺に配られると。なるほどな。あ、それはそれって置いといて。よいしょ。あら、ここの修理かな、修理任せてもらおうか。よいしょ、これで線路足りるはずやから早速引いてくか。あれ、ここのトロッコは、あった。ここまで行けるとトロッコ埋まっちゃったよ。
こやな。よいしょ、ほい、ほい。これで OK か。よし、これで線路が繋がったか。線路のそばにトロッコ停止板があると、置いた場所でトロッコが停止するんだ。うんうんうん。引き続き線路を敷いて地上まで繋げるんだと。OK、OK。じゃあ早速。この辺りで一回、あ、止まるんだ。なるほどな。じゃあ引き続き、ここを繋げていこうか。よいしょ。乗る。もうだ、かなり繋がったから、残りはここか。ここ繋げたら完成かな。よいしょ。これでどうよ。完璧。できた。よっしゃ、あららら、話を。これで線路が通ったぞと。その間、トロッコに乗って移動できるし、走らなくていいし、ガトモト揺れて楽しいぞと、アドベンチャー的な。せっかく敷いたから、報道の奥に、うん、あら、トロッコってやつに指導を乗りたいの？人数分の木のトロッコを線路につなげといたら、全員が乗れるようになると。面白そう。木のトロッコ2つ作って、3人で、報道の奥に戻るぞと。報道の奥に戻ったら、駅の向こうの橋を渡るんだぞと。はいはい。オッケーオッケー。よっしゃ。これでとりあえず地上までの。お、どうした？木のトロッコひらめいたか。ナイス。線路上を移動できると。さらに線路も、覚えたか。トロッコ停止ワンと。よし、それじゃ、もう夜中やからな。ちょっとトロッコ乗って町まで戻るか。いや、早い早い。いいね、これ楽。よいしょ。あら、空腹で、あー、ゼロパーだった。お弁当食べよう。破壊力上がった。よっしゃ。じゃあ寝よっかな。よいしょ。あ、よく寝たけど、みんなのベッドないんか。みんなお腹減ったと。ああ、そっか。まだここ、バーは作ってる途中やし、料理台とかキッチン部屋作ってねえもんな。あ、そっか、食料が足りないんだよね。食料か。いろいろ課題があるな。はい、というわけで、今回はこの辺りで終わろうかなと思います。次回どうしようかな。次回の間に、ちょっとキッチン部屋とか作って、みんなのちょっとお腹をね、腹減りというか、食料問題をちょっと解決しておこうと思います。次回は、木のトロッコ作って、さっきの行動の奥のところからスタートしたいと思います。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。